はい、どうも作太郎です。今日は森の中でブッシュクラフトチックにジブリ飯を作っていこうと思います。はい、ではこれから焚き火していくんですけど、前回雪の上でやった時は直に焚き火しました。でももう少し高さが欲しいかなということなんで、今回は焚き火スタンドをちょっと購入してみました。メッシュ式のやつですね。すでに一回使用したんですけども、メッシュ式なので下からの空気もね取り込めますので、とても燃焼効率がいいです。では早速組み立てて焚き火していきます。もうこのようにコンパクトになりますのでね、持ち歩きも便利です。軽いですね。組み立てもかなり簡単です。このクリップのようなものをこの穴に差し込んでいくだけですね。はい、これでもう出来上がりですね。はい、そしてこのようにね、40センチの薪もね余裕で乗ってしまいますので、薪の長さを気にしなくていいですね。今日はこの焚き火台でね、このように太い薪をガンガンくべてみようと思います。このように下からの空気も入り込みますので、とても燃焼効率いいですね。ガンガン燃えてます。この手の焚き火台で弱点とされているのが料理がしにくいということなんですけれども、こういう太い薪をこのように組んでおけばね、もうこうやってフライパンも乗りますのでね、スタンドとかゴトグとかねやる必要はないかと思います。この台になっている太い木もね、燃え尽きるまでにはかなり時間がかかりますのでね、調理やってる間は大丈夫かと思います。はい、このフライパンなんですけど、ブッシュクラフト社の焚き火フライパンです。すごくね味があっていいですね。ちょうどいい枝をね見つけてきて、このようにね差し込んで使うという男心をくすぐるようなね仕様になってます。はい、ではこの焚き火フライパンを使ってジブリ飯作っていきます。ハウルの動く城で作っていたベーコンエッグですね。はい、そのままシンプルにベーコンと卵だけで再現してもいいんですけどね、私なりにちょっとアレンジして彩りを加えていきたいと思います。はい、このデカベーコンを一気にいっちゃいます。乗らないですね、もうこれ。新じゃがです。芽キャベツです。パプリカです。マジカルスパイス。
ブラックペッパー、卵にちょっとオリーブオイルかけておきます。よし、はい、ハウルのベーコンエッグよりド派手になりましたけれども、これで出来上がりとします。煙い、はい、ではいただいていきます。まずはベーコンから。うん、ワイルドな味がしますね。はい、うまい。ワイルドな味っていう言葉がねぴったりいきますね。うん、ジブリ飯のワイルドベーコンエッグ、とっても美味しいです。まだまだ時間はたっぷりありますのでね、休日の午後をブッシュクラフトでまだまだ楽しんでいこうと思います。皆様最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。失礼しまーす。